現在、画面に映っておりますのは、言語電子データベースの本層ですね。今、このテーブル表示をやり替えているところです。例えば、テンサス、これまではこうなっていました。はるか昔のパソコンは画面が狭かったので、これでちょうど良かったんですけど、今は画面がワイドになってますので、センタリングした方がいいかなと思いまして、ついでに、分かりやすく、したいと思っています。こういうところをクリックしたら来ます。こんな風にですね。それでこういうところも今この本層を、本層陰陽、自然を構成する2つの正反対の力、陰陽ですから、陰陽は小里編をつけて岩波日本思想体系版の言語、それからバイエン全集版言語もこの陰陽だったと思います。いや、バイエン全集版は小里を取ってましたね。ただどうしても他分野の方が見る場合ですね、物理とか、環境学とかをやってる専門にしている方が見る場合、やっぱり正漢字は見づらいと。正漢字は正漢字版で作っておりますので、専門の方とか、台湾中国の方は、それぞれ適当な文字に変えてですね、日本なら常用漢字版で見る人とか、簡体字版で見る、繁体字版で見る、自由にできます。それはもう文字コードを変えればいいだけのことですから。それでこういうふうになってまして、こうするとこんなふうに出るんですよね。で、ここにこう書いてるんですけど、こういうふうに本草の内容、引用1に、計算不可能な数と計算可能な数、そういう意味なんです。で、計算可能な数は常に計算不可能な数の中に封じ込められているんだけども、西洋の数学はこれを忘れたんですよね。忘れたために、いろんなパラドクスに、突き当たりましたね。これは西洋で考えられた数学で、数学の確からしさを証明しようとすると、どうしてもそれができない。ゲーデルの不完全性定理でしたか、もうはっきり覚えていませんけども、これは実は数えられない数の中に数えられる数が入っていると、すべてそういう仕組みがあるということ、それを書いてるのが1、2です。で、棒体で、地球環境を構築する二分岐構造ですから、The binary tree structure that constructs the global ecosystem。グローバルエンバイロメントに訂正しようかと思います。大文字小文字も統一します。天地が地球環境ですね。ですから、The Global Environment、世界、地球環境の4つの場、The Four Fields of the Global Environment。2節、世界、地球環境の4つの場を再び解く。Explain again the four places of the global environment。3節、視界、地球環境の4つの場を3度解く、三度解く。Explain the four places of the global environment three times。 四節、視界、地球環境の4つの場を4度解く、四度解くですね。Explain the four places of the、ここ訂正しないといけない、統一しないと。Environment four times。 3、地球環境に広がる森羅万象、この4つの領域に広がる森羅万象ですから、The whole creation spreading out in the global environment。 こんなふうにすると分かりやすいですね。
そうして、まあ、図はこういうところから、まあ、消費復元版、まあ、台湾版ですね、静観寺版、それから各分野向けのこの二行一対ではない、まあ、混声の読みですね。二行一対の読みもあります。から、まあ、図ですね、こういう図、次へ次へとこう出ていきます。で、こういうものを教材として作ればですね、まあ、iPad のようなタブレットとか、Microsoft Surface のようなものが一つ手元にあれば、もういつでもどこでも言語の勉強ができると。で、出典としては、転居資料としては、岩波の日本思想体系版言語か、バイエン全集版言語で、まあ、岩波の方が誤植が少ないのと、その文字に関してまだプレスコードがきついですので、岩波版を使うと良いと思います。まあ、その方がいろんな分野の方が読みやすくなります。それで、まあ、読みに関してはもうこちらにありますのでね、大学での言語を読むだけではなくて、その内容を研究するという、まあ、準拠資料ではない、まあ、参照資料、参考にお使いください。こういう電子文書はあくまでも参考資料です。いずれ印刷をします。ただ、まだ印刷するのは5年も、ひょっとしたら10年ぐらい先のことになるかもしれません。印刷自体は容易なんですけどもね、まだ作業量があまりに膨大すぎます。ではこれで終わります。